県は県産食材を使った加工品開発に取り組む事業者に専門家を派遣するなどの支援事業を行っていて、パレット雲寺前で今日から開かれている沖縄島フードグランプリプラスでは支援を受けた事業者10社が出展しています。宮古島の糖度12度以上のマンゴーを包んだ大福など新開発の美味しいものが並ぶほか、池間島の特産玉布の木の実のオイルを使用した化粧品なども紹介されています。このイベントは明日までの開催で、参加は事前申し込み制となっていますが、明日午後3時から4時の間は誰でも商品を試すことができるということです。